皆さんこんにちは。ですね、今日はですね、チェルメロによる整列可能定理の証明（1904年）っていうのを証明を、動画投稿したいと思います。で、実はですね、この定理自体も大変重要ですけど、次のようなことがね、歴史的に意味があることですよね。初めて選択公理が明示的に使われた証明ということで、このチェルメロスさんはですね、整列可能定理を証明するにあたって、まあ、選択公理とは当時呼ばれてなかったですけども、その選択公理を使って証明しますよと。初めてはっきりとね、宣言したという証明になってます。で、それまではですね、選択公理は使われてるんですけど、それとは分からずに使っていたという歴史があります。例えばルベーグ積分で有名なルベーグが、ルベーグ速度が完全可補性を持つというような証明の時に、まあ、選択公理が使われてたりとかね、エプシロンデルタの時の動画投稿もしたんですけど、まあ、ハイネ・カントールの定理と呼ばれるものがやっぱり選択公理使われてるんですけど、まあ、本人たちは気づいてなかったという感じなんですけども、今回だからもう選択公理なるものを使うと宣言して証明されています。はい、じゃあ定理内容、すべての集合は整列可能であるよと。すべての集合の元を整列集合として並び替えることが可能になっていると。じゃあ整列集合って何かな。定義、全順序集合であると。で、任意の部分集合はこの順序に関する最小限を持ちますよと。どんな部分集合も最小限持つんですねと、この順序に関してね。それが整列集合ですね。じゃあ例を見ていきましょう。まずはですね、整列集合ではない例、回帰感0、1と。最小限を持たないので整列集合ではないと。まあ0を含まないわけですね、回帰感なんでね。じゃあこの最小限何かって言ったらば、いくらでもね、ちっちゃい自然数、0に近い自然数で、自然数じゃないですね、0に近い実数というのがいくらでも取れてしまうので、最小限持たないので整列集合ではないですよと。で、次、順序数は整列集合でありますねと。まあ、正確にもね、こうやって順序数をこう並べてみたね、時に、どんな部分集合を取ってきても整列集合になりますよと。で、まあ、0、1、2、n、点々で、まあ、だからここに自然数が並んでますけど、順序数っていうのは自然数のね、順序数としての性質を一般化したものが 順序数、もしくは超限順序数と言われるものなんですけども、だから自然数っていうのは整列集合ですね。で、自然数が作る集合の分集合を取ってきた時に、まあ、通常の意味での順序、考えて、それで代償関係を考えると必ず最小限があるので、自然数全体が作る集合というのは整列集合ですね。で、このオメガっていうのがあるんですけど、このオメガっていうのはオメガより下のところに全てのね、自然数がこうバーッと並んでいくわけなので、極限順序数などと呼ばれています。で、直前の限を持たない、これよりね、ちっちゃい限ですぐ、オメガの隣の限というのはないわけですよね。自然数無限にあるわけですからね。だからそういうのを極限順序数と言いますよ。で、オメガプラス1、これ青の線引いてますけど、これ孤立順序数、直前の限があります。オメガプラス1の直前の限はオメガですね。だから全ての自然数は孤立順序数ですね。 n だったら、まあ、n マイナス1ということになるわけですからね。で、オメガかける2プラス1、これはまあ孤立順序数で、まあオメガのオメガ乗、これはまあ極限順序数でオメガのオメガ乗のオメガ乗みたいな感じでね、オメガ1オメガ2っていうのがあるわけですね。で、まあ、極限順序数、孤立順序数っていうのが、まあ、順序数にあるわけですけど、まあ、ちょっと注目すべきポイントは、直後の限は必ずありますと。オメガに対しては直後の限はオメガプラス1だし、オメガかける2っていうのも、これ極限順序数であるけれども、まあ、オメガかける2プラス1っていうのは、直後の限になったわけですね。でも、オメガ1も、まあ、オメガ1プラス1、オメガ2もオメガ2プラス1ということで、だからですね、直後の限が必ずあるっていうことは、例えばこれもね、直後の限があったとしたら、例の直後の限が最小値になるわけですから、つまり直後の限があるっていうことは、まあ、整列集合になるということですよね。まあ、ちょっと打足なんですけれども、このオメガの、濃度は RF0 ですね。で、これも RF0 ですね。RF0 で、ここずーっと RF0 がずっと続くんですけど、オメガ1って書いた時には、RF0 より真に大きい、つまり RF1 ですね。RF1 になるような濃度がね、オメガ1っていうのは濃度が RF1 になる、最初の順序数のことをオメガ1と書きますね。だからオメガ2っていうのも、RF2 になる最初の順序数ですね。はい、で、この整列可能定理が成り立つと、すべての集合に順序数を添い付けることができて、無限集合同士の大きさを比べることができますねということで、まあ、大変重要な定理なわけですね、整列可能定理ですね。で、証明に入っていきましょう。 M を集合とします。まあ無限集合ですね。で、2の M 乗、この、書き方はね、私の動画でも何回もやってるんですけども、まあ、M の全ての部分集合が作る集合ですね。集合族ですね。で、仮定です。はい、2の M 乗で、だから M の部分集合に全ての元から代表元が選ばれてたとしましょうと。それって
ってつまりガンマっていうような、ね、ある選択写像ね、2の M 乗から M のなる選択写像が与えられたのと同じと、何か M の部分集合というのは勝手に2に与えられた時にでガンマで、ね、送ってあげるとその部分集合からなんか一つ弦が選ばれてと、まさしく選択関数選択写像っていうものがね存在するっていうことと一緒です。つまりこれ選択公理そのものですよね。はい、で次定義ガンマ集合、これはちょっと聞き慣れない集合ですけれども、M の部分集合として、まあ、ガンマ集合というものをまず定義しましょうと。 M の弦からなる整列部分集合で何か、まあね、勝手に作るわけですよね、順序ね。でその順序に関して A っていうのが M ガンマの弦であったならば、ここにちょっと複雑なラージ A のスモール A の M ガンマって書いてありますけど、要はこの A よりこの順、ね、この順序によるこの A よりちっちゃい全ての弦を合わせた、この条件を満たす A よりちっちゃい、ね、全てのこのね M ガンマ集合の弦を、まあ、A と組み合わされた子切片というんですけども、M からそれを引いたものが、選択写像と送ってあげると A になるよと。ちょっとなんか複雑ですね、何というかよくわからないっていうかもしれないですけど、このだからこの条件というのはとても重要になってきますよね。でこの M ガンマっていうものがね、こうやって作った、勝手に作った整列部分集合っていうのが M と一致すれば証明終了ということになりますよね。で、そうですね、これ今鍵括弧をつけてるんですけれども、まあ実はね、M ガンマっていうものがたくさんあって、それらを和集合を取ったものが、まあ、M になるっていうことをこれから証明していきますと。はい、M ガンマ、ガンマ集合は存在しますよ。でガンマ M は M0 としましょう。 M 自身もね、部分集合な M の部分集合なんで何か代表弦が選ばれてるはずですと。そうすると M0 単独の弦っていうのはガンマ集合でありますよと。なぜならば、子切片を考えましょうと、 M0 よりちっちゃい、要素っていうのはないわけですね。だから空集合ですと。だから M から空集合を取ってあげたらば、M になるわけだから、ガンマ M っていうのはまあ M0 になってます。だから M0 単独一つぽっちりでもこれはガンマ集合でありますよと。で、次ですね、 M から M0 を取ってあげた集合を取ってそれをガンマで送ってあげると M1 に何かあるわけですね、部分集合だからね。でそうすると M0、M1 はガンマ集合で、さらに M0 から M1、M か、あ、ごめんなさい、 M からこの M0、M1 で並べたものを、引いてあげて M2 だったらば M0、M1、M2 はガンマ集合だと。もちろんこれ順序としてはね、 M0 がちっちゃくて次は M1、M0 がちっちゃくて次 M1 で M2 っていうふうにやって、だからこうやって順序集合を作っていくわけですね。はい、でこれそれぞれ、まあ、異なるねガンマ集合としましょう。そしたら M' ガンマと M' ガンマは異なるガンマ集合としたときに、その一方は他方の子切片と一致するということが分かります。つまりだからどういうことかって、まあ、M0 は共通でっていうか、まあまあ、短い方は長い方に含まれちゃってるということですね。ここまでね全部一緒だと。はい、なんとならばどのガンマ集合も最初の弦は M0 になりますねと。最初の要素を A とすると、まあ今やったような、議論で、子切片ね、子切片 A の子切片を考えるとないわけですね。一番最初の弦だからね、だから空集合で M から空集合を取ってあげたらガンマ M だから M0 と。で次ですね、だからごめんなさい、だから、最初の弦は M0 になりますよと。M' が M' ガンマと M' ガンマで異なる最初の弦としましょうねと。その時にはでも子切片考えるとね、子切片考えると M' よりちっちゃいものは、全部一致してるはずですよね。だって M' が最初に異なる弦だから、それ以下の弦は、それよりちっちゃい弦は一致してなくちゃいけませんよねということで、 M' っていうのはM から、M ダッシュの、ごめんなさい、M ダッシュガンマの切片取ったものとね、これ結局これとこの集合が一緒だから、M ダッシュと M ダッシュダッシュっていうのが一緒になってるということで証明が終わりと。だからつまりこういうような形になってますね。どちらかが長い方が一方を含んでるというような感じになってますね、ガンマ集合であればね。さあ3番目いきましょう、L ガンマ。じゃあそんなようにねガンマ集合あるんですけど、じゃあそのガンマ集合全体をね、和集合を取ってあげましょう、全てのガンマ集合で和集合を取ってあげましょうと。そうするとこの、L ガンマっていうのもね、ガンマ集合でありますよ。例えばこの L ガンマがね全順序集合になってるかどうかっていうのは、例えば勝手な2弦取ってあげれば、まあその2弦を含んでるね、M ガンマっていうのがあるはずなんで、それのね、
順序関係作ってあげれば、全順序集合になってるってことが分かるので、これまあ全順序集合になってるよってことはこれでいいでしょうと。さあ次は、じゃあ本当にじゃあ、整列集合になってるかなということで、L、はい、勝手な2位の部分集合を取ってきましょうと。で勝手な部分集合を取ってきて、その弦を勝手に A、勝手な弦を A としましょうと。その時にまあ M ガンマ、ごめんなさい、 M ダッシュガンマっていうのがあって A を含んでるような、ガンマ集合あるはずですね。ね、で子切片も、M ガンマダッシュ、 M ダッシュガンマが持って含んでますよね。でここの今考えている部分集合から、子切片じゃなくて A より大きいところを取ってあげましょう。緑色のところ、L から取ってあげましょう。まあごめんなさいね、ここ分かりやすいように L っていうのオレンジの部分があって、ですね、ここをね取ってあげた集合は緑ですねと、緑ですねと。でこの A って書いてあるのもこれ実は緑ですねと、この A っていうのも緑のところ入ってますよと。で結局それこの緑の部分っていうのは M が、M だが、ごめんなさい、 M ダッシュガンマの中に含まれている部分集合だから最小限持つねということで、まあ結局ね、このラージ L ガンマっていうものも結局ね M ガンマ、ガンマ集合から作られてるわけですから、必ずどんな部分集合を持っても最小限持ちますよということで、まあ L ガンマ自体もガンマ集合であるということを言いました。じゃあ次が、さあここ次が言えばもう証明終わりですね。じゃあこの L ガンマは M とイコールになってしまいますと。いえいえ、じゃあ、それを証明するために配理法を使いましょうか。L ガンマは M と一致してないとすると、 M から L ガンマを取った集合というのは空集合じゃないですねと。じゃあその集合の、代表現というのは何か、選択写像で、送ってあげれば選ばれ何かあるわけですから M1 ダッシュとしましょう。そしたらこの M1 ダッシュっていうのは L ガン、今は出てきてない弦なんで L ガンマの中に含まれてないはずだし、 L ガンマと M1 ダッシュっていうものを作った時に M1 ダッシュっていうのを L ガンマの要素、全ての要素の後ろね、それよりも全て L ガンマの要素よりも大きいと、そういうふうにしてしまえば、ガンマ集合になりますねと。これ自体がガンマ集合、新たな、ね、L ガンマを含むガンマ集合となりますね。でも L ガンマっていうのはですね、全てのガンマ集合を集めたものなんで、M1 ダッシュというのがもしねガンマ集合になるとしたらば、ガンマ集合の弦になるとしちゃったらば、L ガンマの中に含まれることになって、これは矛盾ですねと。ということで、まあ空集合じゃないということはありえないので、 M から L ガンマを取ったら空集合になるよ、つまり家に L ガンマは M となって、 M は整列集合となりますよということになりました。はい、つまり、これでまあ証明終わったんですけど、ちょっとまあ興味深いのはね、ここでね最後の文で使った証明の論法というのは極大原理と呼ばれるものですね。つまりツォルンの補題で使われる、よく使われるパターンですね。それが、このね整列可能定理のところにも使われているというのはちょっと驚きでもありますよね。まあ、でもこれツォルンの補題使ってるかって言ったら使ってないですね。まあ、なんでかって言ったらば、このようなね M ガンマっていうのがまあ1種類しかないっていうことですかね。だからまあツォルンの補題を使わなくても極大原理が使えるということでしょうかね。というわけで、この定理証明できました。整列可能定理証明できました。じゃあめでたしかって言ったらば、はい、違って、その後この証明をめぐって論争が起きました。ルベーグ、ボレル、ペアノ等が反論をします。何に、どんな論争が起きたのかっていうと、結局じゃあこの定理っていうのは整列可能定理を証明したかのようなこと言ってるけど、じゃあこのね選択公理なるもの、新たな未知の定理を証明するために未知の、定理を仮定せざるを得なくなったのはおかしいんじゃないか、つまりこれを証明しなくちゃ、ダメじゃないかっていうようなね論争が起きたわけですね。でまあ皆さんご存知の通り、これ選択公理ね、証明できないわけですから、まあ、この論争はまあある意味不毛ではあるんですけど、でもその当時はだからこの公理がこれ公理だっていうことはだから認識されてなかったわけですから、でも、この論争をね、ルベーグとか、ボレルとかペアノとかね、様々な数学者をめぐって
って巻き起こった論争によって、まあ、この集合論がね深まっていって、結局最後には、1960年代にね、チェルメロ・フランケルの功理系から独立だっていうことが証明できて、真に選択功理はこう、功理として、使えますよということが証明できて、初めて、まあ、この論争に完全なる終止符を打つことになったわけですけどね。はい、というわけで今回の、動画はこれで終わります。ありがとうございました。